はい、僕の夏休み2、続きからやっていきたいと思います。16日目ですね。はい、よし。多分予想ではね、やすこ帰るってやばく早いよね、帰るのね。しずえちゃんが帰るんじゃないかなと思って、切ないよね。でも帰る、今日行くとこって海と、一応ね、待って、海はいいや、海はちょっと後にして、何だったかな、夕方の診療所、あと記憶力やばいよね、ほんとね。あ、昼間の船のとこと。今日昼の船で静江ちゃん帰るんだって。おばちゃんって今何やってんの？え？仕事のこと？あれ？なんだっけな。でも彼女は和文タイプが打てるから食べるのには困らないみたいだよ。そうなんだ、いいね。じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そう、しずえちゃん帰るでしょ。あとなんだっけね。とりあえずしずえちゃんが帰宅なされるわけだから、ちょっとそれに合わせて移動した方がいいよね。でも昼間って、正午の船ってさ、微妙だよね。正午まで何してればいいのっていう。ここに戻ってきやすい場所しか行っちゃダメでしょ。難しいよね。もういるのかな。まだおじちゃんしかいない。正午だもんな。ちょっと近場だけ行っとくわ、とりあえず。近場行って戻ってきて、よお兄ちゃんハウスの方に行けたらなって感じ。うん。え、待って。いるかな、今日ひっかりちゃん。おらん。おらんぞ。やっぱあれか、さすがにやっぱあれだよね、しずえちゃんが帰るわけだから。そうだよね。やすこ大丈夫そう？帰っちゃうよ、もう。お母さんさ、ここと今の間の鍵って本当に持ってるのかな。なんか言ってたよね、でもね。なんで返してくれないんだろう。それだけ？行かなくて大丈夫？一応病院行っとくか。うん。いや、思った。最近看護婦の人ってマジで会ってないよね。もうだいぶ会って、おー、行った！何、どうしたの？何でその通りの？何やってんの？ねえ、お盆休みどうだった？うん。実家に帰ってたっぷり骨休めをしてきました。骨休め？その間骨以外はどうしてるの？腐らないように裏の井戸で冷やしておくのよ。怖っ。そうなんだ。今年はたくさん昼寝をしてきたし、あとうちの近所の森の中をたっぷり歩いてきました。森の中？そう。森の香りには人間を健康にする働きがあるの。成分的にはテルペンって言うんだけど、冬より夏の方が森の中にたくさん漂っているんだって。マジ森なんて行かないからな。だってセミ出てくるじゃん。てか実家帰ってたんだ。そっか、そりゃ合うわけないよね。半ズボンで歩いたから、ももやふくらはぎをいっぱい蚊に刺されたけど、ちょっとだけ探検気分で楽しかったわ。いいな、そういうのやりたい。大人になってからそういうことってなかなかすることタイミングがないからさ、ちょっと羨ましく感じるわね。うん。大丈夫？盆休みの渚さんも帰ってきて、当診療所にも活気が戻ってきたわい。僕の夏休みもついに残り半分じゃの。ねえ、おじいちゃんの小さい頃の夏休みってどんな感じだったの？そうじゃな、昔は何もかもがゆっくりしとったから、一年中が夏休みのようじゃったが。わからんでもないな。
もう活気戻ってきたかな。だってさ、夕方来た時どうなってるかだよね。10時か。どう思う？ね、なんか虫相撲してから行ってもワンチャンいいかなとか思ったんだけど、でも安全性を取りたいよね、やっぱりね。そうだよね。しずえちゃん帰るのを見送りしたいもの、ちゃんと。謎の冒険心でね、ちょっと棒に振りたくないから。あれ、船の音しなくない？ちょっと待って、こっちから行った方が早い、やっぱり。誰か止めるべきよ、水、本当に。よいしょ、よいしょ。船いなくない？あ、もう一回来るのかな、お昼に。そういうこと？ちょっと焦るよね。さらにイベント見逃しました、ちゃんちゃんじゃちょっとね。リセットする、私。もうそうなったらもうさすがにリセットする。やだもん。まあ、何時だ？もうすぐよ。どうしよう。どうしよう。家入ろうかと思ったけど、行く時間を考えたら、やっぱ今から行っといた方がよくない？船のとこ。でも船来ないのよね。え？本当に私見逃した？これ。え？正午って言ったよね。ちょっと書いてないの？一日、朝、正午、夕、三便でしょ？じゃあ大丈夫か。怖いなぁ、なんか。公園で遊ぼう。一人でこれやるわ。はい。だいたいまあ、四五人でやって一人吹き飛ばされるのよ。うん。あるあるだよね。え、もう正午だよ。こんなにこの辺うろうろする人もいないよね、多分ね。自分でもそう思う。いたー。やっぱ12時ジャストだったのか。なるほど。あれ、君が見送りに来てくれるとはね。あれ、光は？お母さんが帰るのに来てないの？うん。いつ帰るか教えてないの。変な親子でしょ。悲しすぎるから。え、どういうこと？悲しいから光もおばちゃんも帰る日を言わないし聞かないのかな。帰っちゃったよ、本当に。光大丈夫？どこにいるかわかんないけど、大丈夫かな。どっちから行こうかな。ヨお兄ちゃんの家から逆回りしていくか。やった。ヤドカリは初じゃない？でもあれだね、やっぱヒカリちゃんに会えないからさ、昨日聞いといてよかったね。てか、思ってたよりみんな見送り来ないのね。私しかいなかったよ。ほんと。もうちょっと来てもよかったんじゃない？うわ、すごい。大吉率やばい。2時前か。夕方の診療所は絶対だから、
でも陽兄ちゃんの家今日出てなかったんだよな。そうだよね。あ、どうしたのこんなところで。だからお墓の前を通るときは息を止めてなきゃいけないんだって。何秒？3秒くらい。まあそういうのあるよね。また嘘ばっか言って。嘘だとは思う。マジで嘘だと思う。よいしょ。そうそうそう、わざわざさ水車回したじゃん。この回した意味もさ知りたいから、ちょっと。僕一番ね。いっちょも沈もうでバリバリに揉んでやっか。いやもう負けないから、キング出してきな。余裕で倒してあげるから。もうキング以外いらないわよってぐらい。ちょっとね、まず俺が相手ね。あー微妙。じゃあこいつでどう。お、キングいるじゃん。よっしゃ、どれで倒すかな。キング、この子ね、帝王が次で50勝目なのよ。帝王かな。行きましょう、帝王。よし、行け。なめんじゃねえよと。うん。こっちとは帝王なんだよと。頑張れ。あ、通行。あー、悔しい。さすがです、帝王。次、僕の番か。もうあとこっからまた雑魚戦ね。そうね、50勝したし、ちょっとあれだな、やっぱ他の子たちもこの強いというあれでね、育てていかなきゃいけないと私は思うわけですよ。カマキリパイセン強いんだけど、技を出さないと弱いんだよね。ほら、やったー、いけるかも。カマキリパイセン技です。なんかね、ひっぱたくみたいな技あったよね。あー、当たってないよ。引っ叩いて。もしくは鎌で切り裂く。でも硬いよね、クワガタってね。頑張れ。あ、来た。あー、強くなりたいよ。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。じゃあ次は俺の番ね。いけいけいけ。これは絶望的すぎる。育てたいよ、カマキリ育てたいけど、さすがに勝てないと思うわ。この子に任せよう。体力やべえのよ。増えすぎちゃって。うわ、強い。これ欲しいな。これもらおうか。どんな問題。え、これもらおうよ。ただもらえるほど強い虫打ちないよな。何かと交換じゃん、だって。カマセイヌたちは絶対交換できないから。一回とりあえず倒すわ。よし、行け。待って。帝王ならいける。そう、帝王ならいけるのよ。頑張れ。ナイス帝王。ナイス帝王。よし。あー、負けちゃったよ。こう見ると弱いな。次、僕の番か。いや、帝王をさ、出すわけにはいかないから、交換に。そうなぁ。一応、カマセイヌちゃんってどんなもんなの ?8 匹分なんだ、それでも。困ったね。これは?5.0。14匹分だって、どうしよう。14。カブトムシ、無理だよなぁ。6.9。14。じゃあとりあえずこっからまたカットして、あ、一応ちょっと赤いな、これ名前つけたの。これでもダメなんだ。絶望。はい、倒しきりました。カブトムシくんがね、0敗でまさかの8勝してるというね、ちょっとやるじゃんっていう、感じです。さよなら。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。ち
ちょっとあれですね、もうちょっといいカブトムシを私は取りたいな。でも、あ、またここにいるの？ここにいるぐらいならさ、しずえちゃん送ればいいのに。あ、はい。これさ、こっちからさ、行けるようになってたりしないのかな、あの。よいしょ。カブトムシの木まで。行けるようになってたら神だよ。うん。だいぶ神だよね。これはいつ入れるの？よいしょ。あ、やだやだ。え？いけたりする？あ、バカバカ、なんで？もう、ほんとやだ。上がって、僕が。これ渡れたりする？うわぁ、行けたと思ったけど、ここは前から行けたわ。うん。別にじゃあ上に上がれたりはしないってこと？え？うわ！すごい、僕くん！マジか！それを使って上に登るとはすごいな。え、ここの人はどうしていないの？いつもね。シャイボーイなのかな。さあさあ、虫虫。あれ？あれ？これでっかいぞ。嘘。うわ、すごい。ちょっと買おうよ、これは。育てようかな。ねえ。たださ、あれ？でっかいならメスより。あれ？これでっかいぞ。これも？一応買うわ。あれ？結構ここでかいの出るね。あ、いらないいらない。そうか、でもな、虫ゾムもさ、育てきるのも結構大変じゃない？困りものよね。ごめん、オスは？すごくね、こう、よその人の家の木をずっと切り続けてる子だからね。さすがにもういないか。砂糖水塗ろうっと。よし。夕方なっちゃうかな。なるね。こっから診療所。こっから診療所は、近いか遠いか蜂で家帰った方が早いかな。降りれるの？でも。あ、降りるのは無理なんだ。なるほどね。まあ、そうだよね。だってあれ、あそこに乗ったとしたらさ、確実に、川に落ちるもんね。そうだよね。やばい、夕方だよ。やばいやばいやばい。蜂！帰りたいんだよ、私は。待って、ギター弾いてる悪夢。ギター弾かないでくれ。うわ、おじちゃんそこにいるのレアじゃない？楽しい、そのテレビ。ちょっと弾かないで、本当に。でかいの音が。おじちゃんテレビ見るの好き？意外だわ。うん、好きだよ。テレビっ子じゃねえけどな。私もね、昔ほどテレビっ子じゃなくなったわね。でも本当、僕くんくらいの年齢の時もテレビっ子だね。もうテレビないと死んじゃうぐらいのスタンスだった。今は、リアルタイムで見ることはなくなったね、ほとんどのものが。だいたい録画、もしくはね、見逃し配信なりで見ることがメインになっちゃったよね、ドラマとかもね。ドラマも言うて、
マジワンクール日報見てたら奇跡ぐらいだからね。今期は見てます。さすがに僕が手始めてる時に今のドラマの話するのはちょっとあれかなと思うからあれだけど、よいしょ、なんとか間に合ったよーんと。てか別のところのさ、虫も取りに行ってみるか。ちょっといいのいるかもしれないもんね。あ、どうしたのおじいちゃん。なんかわし変かの。ううん、そんなことないけど、それよりなんじゃ。おじいちゃんって時々小さな子供みたいに見えるね。妙なことを言う子じゃの。どういうこと。でも切ないな、もういないんだもんな。そうだよな。あそこのちょっと木見に行こうかなと思って。あれ？やっ、まあ、間に合えばだけど、ノコギリクワガタのビッグはマジでいらない。いやさ、光こっちにいない？もしかして。秘密の場所でしょ、ここって。ワンちゃんいそうじゃない？いる？いないんかい。無駄に時間をロスしたわよ。間に合うかな。ほら、奥沢の方のいいクワガタが出る木たち、こっちこっち、よいしょ、案外大丈夫かも、よいしょ。なんかいるかな。あれ、何これ、コクワ。いらないいらない。全然嬉しくない。あれ、やった。お、平田ちゃんだ。平田ちゃんは買っとこう。割とね、価値が高いから交換に使える。うん、コクくん、あれ、よし、連続平田ちゃん。なんかでかいのがいいな。でかいな、ポケットに。赤足ちゃんがもう戦闘面でもいらないし、交換にも使いづらいしで、別にいらないから、でもキングなのか。だったらもう、この辺だよね。この辺はガチでもう、このコクワを今から育てようとも思わないから、うん。なんか来たよ。待って、僕くん、それ、何その、網なのよ。なんか上に来た、あ、行っちゃった。何だったの今の。砂糖水塗ろうっと。よさげな木には砂糖水を塗るのがね、必須よね。よいしょ。さてさて。ここ入ってみる？意外とここにいたりするかなと思ったけど、さすがにいないわね。光はどこ行ったんだろうね。私が行ってないとこある？今日。結構あるか。よいしょ。いや、そろそろおじちゃん来るよ。テレビ見てたはずのおじちゃんが来るよ。いいね、いい眺めよ、ほら。それ僕くんの顔が分かりづらいのがちょっとあれだけど。なんだこの変な色の。あれか、トンボみたいなやつか。よいしょ。晩飯できたよー。ちょっと違う、いつもと。ね。
きます。いただきます。上に書いてある焼きそばあったらいくらなんだろうね。値段は書いてないね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、今年もそろそろ海の中が賑やかになってきたね。え、どういうこと？この港のあたりだとよ、8月の注文の前後に稚魚が一斉に帰るんだ。魚の赤ちゃん？そういうこと。え、潜ったらそれが何で綺麗に見えますとか、そういうこと？そういうことだったらちょっと行きたいわね。うん、よし、とりあえずよ、とりあえず。明日あたりにちょっと海潜るか。そうだよね。最悪ね、なんかあの、物探すにしても、カットして、頑張って探せばいいだけだしね。びっくりした。私のやつ枯れてんのかと思った。枯れてないよね、まだね。でも、朝顔の寿命ってよくわかんないよね。どんなもんなんだろう。いや、学校で朝顔なんか売れるじゃん、大体。でもなんかいつの間にか枯れてるじゃない、大体。よいしょ。今日も音楽が鳴ってますね。もう、あれなのかね、やっぱあの、診療所に出たあの人はもう絶対出ないのかな。バチバチ言ってる。母さん、また私に会いに来てくれなかったな。確かに。それにしてもたった16年の人生なのに、なんでこんなに整理しなくちゃいけないことが多すぎるんだろう。わかるわかるわかるよなんかでもね、若いうちにそういうことしとるとね、大人になった時意外と良かったりするわよ何のアドバイスっていうね。光マジ今日どこにいたの？全然わかんなかったよ。よいしょ。ねえおじいちゃん、男の子の孫も欲しいって言ってたでしょ？まあ贅沢な悩みじゃがな。僕さ、おじいちゃんの孫になってもいいよ。え？それはどういう意味じゃ？でも僕にはもうおじいちゃんが二人もいるから、三番目だけどいいかな。かわいい。まあそれは何番目でも嬉しいことじゃの。で、僕くんも毎年ここに来ればいいのよ。うん、夏ね。ねえ。はーい。一応占ってもらっとこうも、今のうちに。お墓。え、お墓なんで？昼間の海岸。多分明日海岸にいる系かな、じゃあ。民宿2階の3号室。え？鍵置いてあるとかじゃない？昼の安子お姉ちゃんの部屋。オッケー。明日結構なんか、あれだね、民宿周辺にまとまってる感じね。じゃあ明日は割とじゃあ時間がありそうだな。だって全部昼間系だったから。てかいよいよ出なくなったね、診療所。まあそうだよね、でも。さてさて、では。で、斧ってもう使い道ないのかな？あれだけ？じゃあ、とりあえず、2階に上がろう。できたらお風呂入りたいよね。てか、お風呂イベントないのかな？なんか昔は結構あったイメージなのよ。昔っていうか、1と4 ?4 結構あったイメージなのよね、お風呂のイベント。よいしょ。あ、サイモン一人でいる。インドネシアのバリ島には、ウブドゥという絵描きばっかり住んでる町があるんだよ。絵を描く人だけの町？うん、そうなんだ。すごいだろ。でも絵を描いてばっかりいると当然飽きてしまうから、
その時ギターを弾いたり歌を歌ったりしてるんだ。今思い出した。あのさ、ここのさ、物干しのところ確か行かなきゃいけなかったんだけど、今日そこに光いたんじゃない、もしかして。だから A は下手くそなんだけど、ギターは名手ってやつがあちこちにゴロゴロしてる街なのさ。え、ショック。そうだよね、今の時間行っても意味ないよね。うわ、ショック。うん、昨日のパート見てくれた人はさ、お行けよって感じだよね。そうだよね、ごめんなさいえ、マジひかりちゃんはね、ほんと朝いてくんないと困る。私の鶏並みの記憶力じゃねえ、覚えてられないから、ほんとに。みんなどこ行ったんだろう。海にいたりすんのかな、意外と。あ、普通にテレビ見てたわ。ほうじ茶の匂い。私ほうじ茶あんま好きじゃないんでね、ごめんなさい。今日の晩ご飯はマダイのあんかけと麻婆茄子、中華スープを添えて全部中華でまとめてみました。素敵です。ねえ、世の中ってやっぱり不思議だと思うんだ。今度はどういう話？学校でさ、石鹸を吊るすのに使ってる赤いネットがあるでしょ？あれってみかんのやつじゃない？あのみかん、誰が食べたんだろう？うちの学校赤色じゃなかったわ、小学校の時。多分青色のやつに入ったと思う。おじちゃんはもう寝ているので無視して。面白いそれ。ねえ、ここって銀玉鉄砲の弾落ちてないね。え、だって駄菓子屋さんがないもん。つら、駄菓子屋さんないの。駄菓子屋さんは欲しいよね、やっぱ子供の頃は。うちも近くはなかったけど、チャリで行ける範囲にはあったからな。みやみやたらに買ってた記憶がある。なんか、よいしょ。今駄菓子屋さん行っても私全然買わないのよね。なんか別にいいかなと思う。なんかこれさ、今思うと冷静にそんなに安くないの多くない？なんか50円とか。しずえちゃんにさようなら。みんなの分も代表してさようなら、さようなら。そうだね、誰も来なかったもんね。いやー、ちょっと今日は本当に悔やまれるね。いけてないところがあるから。くそ。よし。ということでですね、16日目終了ですね。それではまた17日目でお会いしましょう。バイバイ。